はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ピクセル画廊です。今回作りますドット絵は仮面ライダー1号、まあ、旧1号の方になりますけども、そのドット絵を作っていきたいと思います。ただしまだ通風の立ちで作ることになります。今回使いますブロックは黒色の羊毛、灰色のコンクリート、空色の羊毛、空色のコンクリート、赤色の羊毛、白色の羊毛、桃色の羊毛、桃色のコンクリート、黄緑色の羊毛。まあ、これらのブロック準備してますけども、あと必要なブロックが出てきましたら入れ替えながら使っていきたいと思います。それでは今からスタートしたいと思います。まず黒色の羊毛を左方向へ 1,2,3 間を3つ開けまして、ここから黒色の羊毛を 1,2,3 1段上がって、空色のコンクリートを、右方向へ 1,2,3 両方に黒色の羊毛を打っていきます。で、移動しまして、この位置から黒色の羊毛を、左方向へ2つで、移動してきて、この位置から空色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、1段上がって、左へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を 1,2,3 黒色の羊毛を2つ、空色のコンクリートを 1,2,3,4 黒色の羊毛を1個、1段上がって黒色の羊毛を1個、空色のコンクリートを 1,2,3 空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を2つ、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1,2,31段上がって、黒色の羊毛をまず右方向に2つ移動してきて、この位置から左方向に2つ、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を 1,2,3 空色の羊毛を 1,2,3 黒色の羊毛を1個、1段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1段上がって左へ1個ずらして、空色の羊毛を右方向に2つ、黒色の羊毛を1個、移動してきて、このうちに黒色の羊毛を1個、白色の羊毛を 1,2,3赤色の羊毛を1個、白色の羊毛を 1,2,3 黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、1段上がって空色の羊毛を1個、左側に黒色の羊毛を1個、移動してきて黒色の羊毛を2つ、空色の羊毛を 1,2,3 1個開けて 1,2,3 真ん中に空色のコンクリートを1個、移動してきてこの位置に、黒色の羊毛を1個、空色の羊毛を2つ、黒色の羊毛を1個、赤色の羊毛を2つ、1段上がって赤色の羊毛を右方向に2つで、移動してきてこの位置から、赤色の羊毛を左方向に2つ、黒色の羊毛を1個、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、空色のコンクリートを黒色の羊毛を 1,2,3 1段上がって
右へ一個ずらして、黒い色の羊毛を二つ。スライ色の羊毛を1、2、3。一つ開けて、1、2、3。真ん中にスライ色のコンクリートを一個置いて、移動してきて、黒い色の羊毛を二つ。赤い色の羊毛を二つ。二つ開けて赤色の羊毛を一個。一段上がって移動してきて、このうちから赤色の羊毛を右方向に二つ。移動してきて、このうちから赤色の羊毛を左方向に二つ。黒い色の羊毛を1、2、3、4。赤色の羊毛を一個。そうやな、このブロックも潰して、この赤色羊毛を打っておきましょうかね。で、黒い色の羊毛を1、2、3。1段上がって黒い色の羊毛を1個。空色の羊毛を1、2、3、4、5、6、7。黒色の羊毛を1個。赤色の羊毛を1、2、3、4、5。1段上がって赤色の羊毛を1個。で、2つ開けて黒色の羊毛を2つ。空色の羊毛を2つ。1つ開けて空色の羊毛を1個。一つ開けて、ここにも1個。一つ開けて、ここから2つ。黒い色の羊毛を2つ。焼いている箇所にスライ色のコンクリートを埋めていきます。で、一段上がって、この位置に黒い色の羊毛を1個。灰色のコンクリートを1個。黒色の羊毛を1個。空色のコンクリートを1個。1つ開けて1個。1つ開けて1個。1つ開けて1個。黒色の羊毛を1個。灰色のコンクリートを1個。黒色の羊毛を1個。で、空いてる箇所に空色の羊毛を1、2、3と。一段上がって、この位置に、灰色のコンクリートを1個。で、右隣に黒色の羊毛を1個。移動してきて、この位置から、黒色の羊毛を1、2、3。空色の羊毛を1、2、3、4、5。黒色の羊毛を1、2、3。灰色のコンクリートを1個。黒色の羊毛を1個。で、ここでちょっと色を変えます。ここで、灰色のコンクリートにします。ここで一段上がって黒色の羊毛を1個、灰色のコンクリートを1個、重い色のコンクリートを1、2、3、黒色の羊毛を1、2、3、4、5。桃色のコンクリートを1、2、3。灰色のコンクリートを1個。黒色の羊毛を1個。一段上がって黒色の羊毛を1個。重い色のコンクリートを1、2、3、4、5。薄灰色のコンクリートを1、2、3。
桃色のコンクリート 1,2,3,4,5 黒色の羊毛1個、1段上がって黒色の羊毛1個、桃色のコンクリート1個、1つ開けて1個、1つ開けて1個、薄灰色のコンクリート 1,2,3、 桃色のコンクリート1個、1つ開けて1個、一つ開けて1個、黒色の羊毛1個、空いてる箇所に桃色の羊毛1個2個3個4個、一段上がってこの位置に黒色の羊毛1個、で桃色の羊毛1個、一つ開けて1個、で間に桃色のコンクリートを1つ、1つ挟んで桃色のコンクリートを2つ、薄灰色のコンクリートを 1,2,3、 桃色の羊毛1個、1つ開けて桃色の羊毛1個、2つ開けて黒色の羊毛1個、空いてるところに桃色のコンクリートを 1,2,3 と置きます。1段上がってこう移動して黒色の羊毛1個、桃色のコンクリートを1個、1つ開けて1個、1つ開けて1個、薄灰色のコンクリートを 1,2,3、桃色のコンクリートを1個、1つ開けて1個、1つ開けて1個、黒色の羊毛1個、空いてる箇所に桃色の羊毛を 1,2,3,4 と置きます。1段上がってこの位置に黒色の羊毛1個、で桃色のコンクリートを1個、桃色の羊毛を1個、1つ開けて1個、その間に白色の羊毛を1個、薄灰色、このうちに薄灰色のコンクリートを1個、1つ開けて1個、黄緑色の羊毛をその間に1個置いて、このうちに桃色のコンクリートを2つ、桃色の羊毛を1個、で白色の羊毛を1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を1個、灰色のコンクリートを1個、桃色のコンクリートを2つ、灰色のコンクリートを1個、薄灰色のコンクリートを1,2,3、灰色のコンクリートを1個、桃色のコンクリートを2つ、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、一段上がって左へ1個ずらして黒色の羊毛を1個、灰色のコンクリートを1,2,3、黒色の羊毛を1個、1個開けて黒色の羊毛を1個、その間に灰、薄灰色のコンクリートを1個、間1個挟んで、灰色のコンクリートを1,2,3、黒色の羊毛を1個、1段上がって右へ1個ずらして黒色の羊毛を2つ、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、薄灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を1個、灰色のコンクリートを1個、黒色の羊毛を2つ、一段上がって左へ2つずらして黒色の羊毛を 1,2,3,4,5、 一段上がって黒色の羊毛を1個、間3つ開けて黒色の羊毛を1個、一段上がって黒色の羊毛を
右方向に2つ1個潰して1段上がって黒い4用も1個反対側に移って、この位置から黒い色の羊毛を2つ1個潰して1段上がって黒い色の羊毛を1個いきます。では全体を見てみます。はい、このような感じになりました。いかがでしょうか。もし今回の動画よろしければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画最後までご覧いただきどうもありがとうございました。それでは今回はこの辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは今回はこの辺で失礼します。